矢川神社は、滋賀県甲賀市高南町森尻にある神社である。大名口の命と、矢川枝姫命を主催神とする。大名口の命は、食産工業、健康成就の神、矢川枝姫命は、諸芸上達、諸願成就の神として信仰される。矢川枝姫命は、八川え美、め、川枝姫とも記され、古事記の大国主の系譜の中に、 国吉富神が足な高しんまたの名を八川へ美名を、めとって産ませた小ワはやがめの滝沢夜遅びし神、という記述がある。また、古事記の王神天皇城に、王神天皇の日の一人として、九州屋川江が美名の名が見える。写言では、創建は、天平年間、聖武天皇のしがらき偶像への時と伝える。平安時代の演起式神明帳では、 大見国甲賀群八座の筆頭に記載され、勝者に列している。南北朝時代の1337年の資料には、蕎麦の川宮とあり、中世は、池原蕎麦僧の僧者として、土豪僧の信仰を集めた。戦国時代、甲賀群中僧の集会場として利用され、地域の結束を固める場として機能していた。1585年の甲賀揺れで、甲賀州が没落後、 祭祀のあり方が変化し、1652年、宇治こ村のうち家村が、新宮神社、六家村が、日吉神社の宇治子となり、七家村を宇治子とし、他十五家村を、外宇治子と呼んだ。江戸時代には、水口藩の数計者とされた。天保十三年十月、当社社頭に、数万の農民が集まり幕府の検知に反対して、決起した、こ賀騒動が起こった。 明治時代以前は、矢川大明神と呼ばれ、広域の宇治古典を持つ、豪鎮寺者であった。祭司は、神宮寺の矢川寺政上院が、神仏集合で行った。境内高賀群中総遺跡群の一つで国士跡に指定。ありがとうございます。